INI、好みの顔のメンバー明かす池崎理人と西博とは、両思い、結婚しちゃおうかな。モデルプレス、2023年11月4日。グローバルボーイズグループ、INI、INI の高塚博、孝は正式には、はしご高、田島翔吾、池崎理人、咲は正式には、達咲が3日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組、From INI、東京 FM、JFN38 局ネット、25時に出演。グループ内で好みの顔のメンバーを明かした。INI 池崎理人、結婚しちゃおうかな。この日、リスナーのメールをきっかけに好みの顔についての話題に上がった3人。田島らに、好きな顔一人、誰？ INI で、と質問を投げかけた池崎は、メンバーの西博人から、顔好き。とか言われる、そうで、西博人は絶対俺って言うんだよな、と、自信たっぷりに口にした。続けて、好きな顔、俺も西博人、と明かすと、高塚からは、両思いじゃん、と驚きの声が。田島に、付き合っちゃいなよ、と、西との交際を促された池崎は、顔両思い。結婚しちゃおうかな、とはにかんだ。INI 高塚博、木村雅也の顔立ちを絶賛。一方、高塚は、木村雅也くんかな、と回答。木村には、なんかすごい、綺麗な美しさを感じる、そうで、かっこよさも可愛さもあって、バランスがいい感じが好きですね、と、木村の整った顔立ちを絶賛した。また、男っぽい人が好き、という田島は、マサとかヒロとかな、と、INI が生まれたオーディション番組、プロデュース101ジャパンシーズン2のポジションバトルでラップを選択し、ドスコイクラブとして共にステージに立った池崎や西のクールなビジュアルが好みだと告白。池崎が、嬉しい、と笑みをこぼしながら、主張でしかない、この顔は、と自らのビジュアルについて口にすると、田島は、いや、それが美しいよ、としみじみうなずいた。高塚博夢&田島翔吾&池崎理人の好みの顔のメンバー公表に反響続々。3人の好みの顔のメンバーに、SNS では、顔量思いはパワーワードすぎ、リー君、池崎の愛称、顔量思いからの結婚、おめでとう。雅也の顔が好きなタイムが可愛すぎる、キムロム、木村と高塚の愛称、尊い、ありがとうございます。田島の愛称、がまさととひろとの顔が好きって言ってるの、ドスコイ、ドスコイクラブ、過ぎて歓喜。ドスコイがお互いのこと好きすぎるのほっこりする、と反響が寄せられた、モデルプレス編集部。